ちゃってるんですか、ムゲさん。お前に関係ないよ。ラブレターですか。ムゲさん、ムゲさん、ここまでおいで。告白タイム。いい加減にしろよ。俺が代わりに読んでやろうか。じゃん、じゃ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 ん。やめなさいよ、あんたたち。言わない。本当に読むのか。これ本気のやつだ。笑える。日の出。私は日の出を見てると元気が出るんです。案外日の出サンライズはただの言葉遊びではありません。また私が日の出を思う気持ちそのままなんで。お前に読ませるために書いたんじゃない。日の出サンライズは太陽がバーッと昇ってあったかくて気持ちなんて。やめろって。必死になっちゃって。そんなに恥ずかしいですか。恥ずかしくなんかない。心からの気持ちをバカにされるのが嫌なだけだ。おや、告白受け止めるつもりですか。サンライズさん。日の出。そういうのを押し付けてくるやつは嫌いなんだ。でも、じゃ、手紙じゃなくて。いいよ、もうほっといてくれよ。嫌いだっつってんだろ。嫌い。大嫌いだ。